金の島駅は、岐阜県岐阜市金島にあった名古屋鉄道伊比線の駅である。急行列車は停車しなかった。1914年に伊比線の前身である、木田景弁鉄道の駅として開業した。1938年には、長良川の改修工事が行われるためあたり駅を、含む中節駅尻りげ駅間が休止となったが、従来の位置の西側に駅を、 移転新設と表記されるしたことで翌年には、同駅と尻毛駅との間で運転が再開された。その後1941年には、中節駅までの区間も運転を再開している。戦後の1948年には、長良川を渡る中節橋が架け替えられ、岐阜市街地から岐阜市内線が川を越えて延伸してきた。 同線と中節駅にて接続を果たすため1954年に、伊比線の経路が変更され、この時新線上に、金の島駅が移転開業した。以後、伊比線は、岐阜市内線と直通運転を実施していたが、2005年に、両線とも廃止、当駅も廃駅となった。屋根付きの短式ホームがある、地上駅、無人駅である。 隣の中節駅までの区間は伏線化のための用地が確保されていたが、同区間が伏線となることはなかった。隣駅の丹の島駅同様に島がつく名前となっているのは、この辺りが長良川といじら川に囲まれた湿地帯で、かつては豪雨のたびに川が氾濫し集落が孤立していたことによる昭和の高度経済成長期に周辺は 岐阜市郊外の住宅地へと変貌している。廃線直前までには市街地化しており、田園風景もあまり見られなくなっている。かつての伊比線は岐阜市街地中心へアクセスの役割を果たしていた。駅周辺は廃線後もレール等の設備が撤去された以外、放置状態だったが、名古屋鉄道による複線用地が確保されていた金の島駅前後の 路線跡の宅地分譲が2018年に始まり、駅のホームがあった場所は集合住宅の駐車場となっている、金の島駅跡地、左側のブロック米沿いにホームが存在した。ありがとうございます。